県内の公務店グループがイベントで集めた寄付金を日本赤十字社に送りました県内29の公務店が加盟する長崎素敵な家づくりの会は存在を県民に広く知ってもらおうと今月、伊佐原市で子ども向けのイベント第7回長崎家づくりフェスタを開催しましたチャリティイベントで集まった10万5761円を 日本赤十字社に寄付しました。本当にもうさまざまな活動を多岐にわたると思いますので、まあぜひまあそれが回って長崎の子どもたちも含めた私たちにもあの活動が役立っていけばなと思って、はい今回チャリティに参加させていただきました。寄付金は災害時の医療救護や防災教育などの費用に充てられます。